森の中の道を何やら旅人が2人こちらに歩いてきます。ん？なんだか疲れたような足取りだ。あれは絶滅したはずの恐竜のようにも見えますが、疲れたな。俺らはどのくらい歩いてるんだい、北さんよ。そうだな、ヤジさん、もうかれこれ随分に。なら随分ってのはどれくらいのことなんだい。そりゃおめえ長いんだよ。おテント様がこうぐるっとぐるっと回ってくるくらい長いんだよ。長いって、おテント様がこうぐるっとぐるっと何度も回ってきたってどのくらい前のことなんだい。そんなに前からなら俺らのご先祖様が絶滅したくらい前のことからかい。そんなに昔からじゃねえだろうって。ご先祖様が絶滅したのは6600万年も前ってことだよ。そりゃあ随分と昔のことだったんだね。いくらなんでもそんなにありちゃいないね。おめえ、だからお前はバカだって言われるんだよ。何を言うんで、アホって言われるのはお前さんだよ。言いやがったな、バカだって言われてるのはお前だろ。何よこの野郎、呆れるくらいのアホだって天神様の裏手じゃお前のことが評判だってよ。何が天神様の裏手だい、上等だ。天神様ってのは学問の神様だぞ。ありがてえじゃねえか。裏手だって天神様のご加護もあるってもんだ。裏手っても裏手、ずっと階段を転げ落ちて池の橋の向こう側ぐらい裏手なんだよ。見ろ、辺りが暗くなってきたじゃないか。暗くなってきたついでにボンクラな。なによボンクラだと、こっち来しょ。暗くなってきたんじゃねえよ、ぼんやり明るくなってきてら。だからヒルアンドンだっての。なによこのボンクラ、ヒルアンドン、この野郎。ポカッ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 、あらあらダメだよ、殴り合っちゃやめなさいな。そうかいそうかい、じゃあ行ってみろ。あそこにポツーンと明るいもんが出やがった。確かにちょっとぼーっとしてるみてえだが、確かにポツーンと出てる。ポツーン、空に浮かぶ黄色く光る丸いもの、あれはなんだ。あれはそうあれだよ。だからなんだって言ってみな。あれはもちろんおテント様に決まってら。だからおめえはバカだって言われてるんだよ。あれはお月さんだ。何言ってるんだ、おテント様に決まってら。お月様に決まってんだろ。おテント様、お月様、おテント様、お月様、おテント様、お月様。二人は再び言い争って収拾がつかない。だからお前はアホだって言われるんだ、お月様。だからお前はバカだって言われるんだ、おテント様、お月様、おテント様、お月様。もう聞き分けのない野郎だ。そりゃこっちのセリフだ。これじゃあラチが開かねえ。お、ちょうどいい、あっちから人が来る。ちょっと聞いて確かめてみようや。そりゃ明暗だ。決まってら、だから俺の方がなんだっけ、アホ。こんちくしょう。アホは黙ってれ、今俺が聞いてやる。旅人が歩いてきました。すいません、ちょっとつかぬことを聞きしやすが、あっしらアホなんで。違うんです、こいつがバカなんで。すいません、ちょっと教えていただけますか。あそこにぼーっと出ている明るいやつ。そうそう、あそこにポツーンと出てる明るいやつ、あれは一体何でしょうか。あっしはおテント様だって言ってるんですが、こいつが聞かなくて。いやね、
足軽は大月さんだって言ってるんですが、こいつが聞かねえもんで、あれは一体何でしょうか。しばらく考え込み、再び空を見て考え込んだ。すいません、足はこの辺りのもんじゃないんで、トンとわからねえんです。申し訳ない。嫌で来た二人の旅は果たして続くのか、はたまた絶滅に向かうのか。我々は絶滅しないよう、もうしばらくの間旅はお預けにしましょうか。ステイローカルということで、お後がよろしいようで。